これだけの体ですから疲れてきますとね、なかなかそのリズムで入っていけなくなった時にやはり以前の2番のリズムで打たせようというような部分で監督が2番に戻したんじゃないかなという感じがしますけどね。なるほど、まあ、この後日本を追うタイガース反撃に期待したい、そして、非常に面白い、両投手の先発で試合始まっておりまして、1回の表ジャイアンツの今日3番吉村に、放送ではこのお二人の解説者によみがえれ伝統の一戦というサブテーマも踏まえて、解説をお願いしております。試合は4回の裏タイガースの攻撃、3番の田尾です。ジャイアンツが中5日で斉藤、そしてタイガースは野田です。こういうものがなんか今年また出てますね。そして中村新監督の、ね、第一戦を見事この田尾のバットが飾ってくれたんですが、その時の言葉に中村監督がホームラン11本、堀内さんも中日時代の田尾選手、入団してきて華々しかった頃ちょっと当たってますかね。ええ、やってますよ、はあ、その頃はまだ大きなね、ええ、ワンアウトランナーなし、2点追いかかるタイガース、4回の裏4番の岡田で、ハイペースで5月の半ばまで2冠王でね、突っ走った人がどうして1ヶ月1本ぐらいしか打たなかったんでしょうね。そうですね、はい、非常に責任感強いタイプですから、全後を打たなければ僕が決めなきゃいけないというような感じで打席に入るタイプですからね、それで前後のバッターがもう少し打つと岡田君の持ち味はもっと出たのでしょうね、はい。僕はね、ジャイアンツ戦が多いんですよね、はいはいはい、で岡田が来ますとね、もうこんな程度かなと思っちゃうんですよ、でその自分がまた追い込まれてるような感じでまた奥さんというような気がするんですよね。この点加藤さんどうですか。僕ね、岡田君が斉藤君に対して、岡田君は非常にインサイド打つのが上手いタイプのバッターですから、真ん中からインサイドのストライクゾーンというものだけを意識したというような意識が強すぎるために、はい、体が開いてしまうんですね、その分外のボールを追っかけていってしまうんです。なるほど、ですからインサイドのその真ん中からインコースのボールを、さあ岡田選手とは当たってますよ、ね、もう、晩年でしょうけどね、これはしかし入るか、レフトいっぱいのようですね。原です。その前にもフェンスには1本、今日は両チームでホームランにならないような打球かなり飛んでいます。さあそしてタイガース期待のホームランバッター八木です。そうですね、だいぶこれで自信がつくんじゃないですか。6本ホームランを打っている八木選手なんですがね、8月までに23本打ってますよね、はい、この時に話を聞きますと、はい、ホームランキングは意識しますかと聞きますとね、全然打って、それから点々点と、点々点の部分がこの出てきたわけなんですね、現在落合選手が29本で足踏み状態ですから、まあ、キングへの意欲もちょっぴりというところでしょうか。そうですか、はい、コートを織り交ぜて、お送りしております。